8月18日と19日の2日間、京都府宇治市の豪雨被災地に天理教災害救援ヒノキ神隊京都教区隊が出動しました。8月13日から14日にかけて近畿地方では局地的な豪雨に見舞われ、特に京都府宇治市などで家屋2000棟余りが浸水するなど大きな被害を受けました。これに対し宇治市から要請を受けた災救隊京都教区隊は直ちに復旧活動を開始し、五箇荘地区と都道車田地区で作業に当たりました。猛暑が続く中、隊員たちは家屋に流れ込んだ土砂や道路にたまった泥の撤去作業に取り組みました。2日間で延べ126人が出動し、地域に密着した活動を展開しました。